しっぽ TV。 はい、じゃあ行きます。はい、さあ、今日から始まりましたしっぽ TV でございます。これまでですね、ここのチャンネルはですね、猫の動画ばっかり流してたんですけど、突然なんかこんな感じで2人の人間が登場してまして、一体どうしたんだっていう感じなんですけど、この番組は東京キャットガーディアン代表山本陽子がずっとやりたかった保護猫情報番組を通りすがりの猫好き役者藤本秀樹に無茶振り丸投げで始まってしまった番組である。知的かつエンターテインメントな感じに今後なっていったらいいなという希望を胸に抱きつつのスタートである。数々の至らない点があることは思いますけれども、そこはどうかご容赦いただきたいと思います。シェルターの様子を紹介していくっていうのももちろんと、なかなか見れないバックヤードであったりとか、あと、まあ、尻尾とあえて名前つけたのは猫だけでなくて、いろんな伴侶動物の話も取り上げていきたいし、場合によってはちょっとね、取材なんかに行ってみたいなという大それた話があったりしたんですね。いや、僕もそれ今初めて聞きましたそんな壮大な番組が始まってしまいましたよろしくお願いします。理由だけはそもそもですね、まあ、僕の本当に素朴な疑問からちょっと第一回に聞きたいなと思うんですけど、はい、今ですね、まあ、ここもうあちこちでニャー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 言ってるんですけど、すごい数いると思うんですけど、実際今このフロアに何頭ぐらいの猫がいるんでしょうか。はい、今日現在85頭ですね。85頭、はい、まあ、じゃあ一体その85頭ですか、はい、どこから来るのっていうところがやっぱり、なん今現在は、はい、電話やメールが来て、うん、で道で拾ったとか、ちょっとほっといた、庭の物置でなんかごそごそしてるとかですね、そういうレスキュー依頼が非常に多いですね。まあ、小さい子に関しては全く条件がなしで引き受けをしているので、まあ、そういった形でここに来る子たちが一番多いです。そうすると1日に大体な、平均何件ぐらいそういう電話や問い合わせっていうのがあるんですかね。多い時は50件ぐらいいきます。50件もあるんですか。はい、問い合わせというよりはこうありとあらゆる猫の話が来るので、全部が解決できるわけじゃないんですけど、とりあえず応対はするようにとしています。遠いのはどれぐらい遠くから問い合わせが来たりするんでしょう。北九州。北どうですか、ね、北九州。はい、大体開始時の2008年は 100% 保健所から、東京動物愛護相談センターから引き受けました。東京都3つあって、本所と多摩支所と城南島っていう施設があるんですけど、それぞれエリアが違うんですね。はい、で本所さんにまず団体として登録に行って、で見せていただくと、わーっていうぐらいの数の子猫がいるわけですよ。それが2008年当時。はい、そうです。で8年当時はもちろん小さい子もいて、で大きい子も若干いて、で次に行くとメンバーが変わってるって大変嫌だですね。ああっていうですね、私が置いて帰ったからだっていう感じ。ああ、それつらいな。めっちゃ嫌な作業だから、引き取りに行く作業は14年ちょっと運営してますけれども、私ともう一人のスタッフだけですね。まあ、車の運転ができるっていうのもあるんですけれども、それはかなり強い辛いジャッジをしなきゃいけないことなんです。で、まあ保健所側もそういうのを全部見せてくるわけではなくなってきて。それはどういうことですか。譲渡対象にしていい子だけ見せてくれると。例えばですね、人動物共通症 の感染症の、白癬菌、カビですね、人間でいうと水虫みたいなんですけど、あれなんかは感染するんですね、人間も。免疫弱い子どもとかお年寄りなんかはかかっちゃうんで、保健所としてはそういう子は譲渡できないという、治ってからねっていう話をされたこともあるんですけれども、治るまでに期限が来ちゃってアウトになっちゃうという話をされると、いいから出してくださいと言いそうになります。
まあ、そういうことを、2008年あたりはやっていて、で、白身魚は譲渡しないよって最初の講習の時にやっぱり言われて、譲渡しないっていうことはそれは全部アウトにしちゃうっていうことなんですねって言って、ちょっと押し問答になりまして、それは何でなんですか。育たないでしょっておっしゃるんですよ。で、いや育てたことはありますっていう経験もあります。ほとんど保健所で殺処分される子はもうほぼもういなくなってきたっていうことですもんね。東京の場合のチビ猫はという限定ですね。行政の場所によってはまだまだですし、東京都も大人猫を全部譲渡できてるわけではないです。なるほど。まあ、ただ純粋に数でいうとかなり減ってきているっていうのは間違いないっていうことですね。しっぽ TV。 この子はちょっと印象に残ってるなみたいな、受け入れ方っていうかやってき方をしてた子ってまあその保健所、あと、まあ、一般の方問わず何かもしあったら、ネタはいっぱいあるんですけどじゃあ思い出せないことあるんですけど、厳選していただいて。春先は工事現場とかのブルーシートの下とかで赤猫が産んじゃってるケースなんかも結構あったりするんですね。で、いざその工事始めようとしてブルーシートめくったら赤猫がびっくりして逃げてっちゃって、あと2個猫が残ってるっていうですね。これを今山梨なんだけどねお電話をいただいてですね、工事現場の方かなっていう若い男性だったんです。どうしたらいいのっていう話です。血のみごっぽいんですよ。と置いといたらどんどん体温下がっていっちゃうし、危険ですね。はい、ミルクあげなきゃいけないし、じゃあミルク缶を売ってる場所、病院かホームセンターかですよって話をし、ミルクの種類は液体じゃなくて粉ミルクですよみたいな話もし、お兄さん多分事細かにこうメモ取ってるんですね。近くのホームセンターに走るとか言ってくれてて、あ、そしたらお家税で買えますかみたいな話をしたら、うーんってなって、ちょっと親方と話してきた。何の話？そうだ。何の相談を？うちに帰っていいかみたいな話かなと思ったんですよ。で、30分弱してお電話かかってきて、休み取ったんで東京行きます。え？来てくれて、で、まあ、だからそこまでやったから受け取ってくれるよねっていう話で、受け取らざるを得ないですね。そうだね、はい、なので受け取りしましたところ、結構工事現場の方は優しい。さあ、というわけでもう結構話しましたよ。記念すべき第1回目、一応この辺でいいかなと思うんですけど、はい、どうでしょう、いかがですか、はい、この番組、感想は。喋るの楽しいそれは何より、それは良かったです。はい、じゃあ一番山本さん そのストレスの発散になってる。一応ですね、今のところ、毎週、やっていこうかなと思っていますので、毎週決まった時間にお届けできればいいかなと思います。それを決めるの忘れました。あ、やってみましょう。それ決めてから始めればよかったですね。岸本さんのご都合で決まってない。ぜひですね、これからもよろしくお願いします。お願いします。頑張ります。はい、それでは今週はこの辺でお別れです。バイバーイ。